田原市内では温暖な気候を利用し、10件以上の農園がイチゴ狩りを営業しています。このうち、田原市堀切町の日経農園では、今月2日から営業を始め、代表的な品種の秋姫などを味わうことができます。この農園では、今年は新型コロナの感染防止のため、手や指の消毒やハウスの換気の徹底のほか、 1>, 1つのレンに入る人数を制限するなどの対策をしています去年は客が大幅に減りこの農園では全体の半数ほどのイチゴを廃棄したということですイチゴ狩りの営業は5月頃まで続きます